の相良義雄と妻の和子でございます。続きまして、本、講演会の発起人の紹介に移ります。なお大変恐縮ではございますが、以降は原則さん付けとしていく、その他の継承は略させていただきますので、ご了解願います。では、発起人の方の名前をお呼びしますので、ご起立願います。まずはですね、本日、ちょっと体調不良でいて、ご欠席していますけれど、安藤設備工業社長、安藤義雄様、が、発起人になっております。続きまして、社会福祉法人杉の子会理事長で相良家の縁戚でもあります岩崎俊夫さん。義理の兄であります片柳仁さん。続きまして、前岩舟町町長市村隆さん。前岩舟町町議会議員栃木隆さん。そして、最後ではございますが、地元の、同窓会を代表して私針谷太郎でございます。どうぞよろしくお願いします。